こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、東京都板橋区の東武練馬駅に来てます。板橋区なんですけども、練馬駅っていうのがね、ちょっとなんでだろうと思ってみたんですけども、ここからね、駅周辺をね、ぐるっと歩いていきたいと思います。今日の日付はですね、2022年の3月21日、時間はですね、2時50分ではね、北の口になるんで、方角的に北なんですかね、北の方に向かってね、歩いていきたいと思います。ここはね、ユリーと徳丸っていう、徳丸商工会という商店街みたいなんですけども、そして、駅からね、ほんとすぐのところに、イオンシネマあるぐらいの大きなイオンがあってですね、人が結構その入り口の方に流れていってる感じですね。セリアとか郵便とか入ってたり、無印良品入ってたら、あと1階のスタバがね、結構店の外までね、行列を作ってたりとかして、なかなかの繁盛っぷりのイオンなんですけども、イオンの方ではなくて商店街の方をね、歩いていきたいと思います。肉の花の中で、2階がキャンドゥ、キースナックトン、今日から10カ所ほどね、東京都の板橋区を歩こうと思って、主に東武東上線の主要駅、乗降者数がね、多そうな駅と、あと都営地下鉄の三田線ですね。今日はね、ちょっと東武東上線沿線歩こうと思ってるんですけども、
次回はね、都営地下鉄三田線の沿線、まあ5カ所ほどの駅をね歩いてみようと思ってます。線路のですね、反対側に出たいんですけども、踏切は先でしたね。今の踏切ですけど、東武東上線は本数がかなり多いので、踏切は待つことも多いのかなと。ここはニュー北町商店街という商店街のようです。
バット商売120円町の洋食屋さん、なかなか手頃な値段で定食が食べれるみたいですね。昔ながらの洋食屋さんとかも、商店街はやっぱりイオンができたんで人の流れがこっちに移っちゃったみたいな、そういう感じがするんですけど、どうなんでしょうかね。そしてこの辺は飲食店が両側にある路地がいくつか並んでいます。ここからまた商店街が変わるのか、街灯がちょっと変わりましたね。ニュー北町って書いてたのがニューがなくて北町商店街、そういう感じなんでしょうか。馬の絵が描いてるんですけども、路地入っていきましょうかね。出てきましたね。
もうちょっと先まで行ってみましょうかね。タバコセンター、ワイワイクリップ。辺を右に曲がって、そして向こうの道を駅に戻る感じで歩いていきたいと思います。そして なぜここが練馬なのかっていうのが、多分練馬宿だったから練馬駅ってつけたんじゃないかなと。でもまあ区自体は板橋区で、昔からあるこう、まあ、商店街というか、ね、そういう宿場町だったんですね。下練馬宿、宿濁るんですね、宿。スナックチャンス、そしてアジサイですかね。なかなか雰囲気のある一角ですよね。結構頻繁に踏み切りが閉まりますね。出てた今日はちょっと空いてる場所を使って
りにしたいと思うんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。